皆さんこんにちは、アルです。今日はグレール購入品の買ってよかったものを紹介します。私はグレール5年ぐらい買っていて、結構ヘビーユーザーだと思うので、いい商品を紹介できると思います。イエーイ。今日はトップス系を3点とボトムス系2点の計5点を紹介していきます。まずトップスです。キャミソール付き波ブリーツプルオーバーです。透け感のあるトップスで、今はまだブラウンしか持ってないんですけど、ホワイト系の色も欲しいなと思うぐらい着回しがすごい効くなと思いました。透け感はもちろんあるんですけど、キャミソールがついてるので、まあそちらを着ていただくか、カップ付きキャミを着た方が、着るのがいいなと思います。ちょっとキャミは使わないかなと思って、今回はどっかにしまい込んでしまいました。私的にはカップ付きキャミの方が正直夏はいいんじゃないかなと思います。これ1枚でもこのデザインが可愛いので、もちろんスカートとこれとかスラックスとこれとかでもいいですし、キャミワンピのインナーとして着るのもすごい可愛いです。2点目、こちらジレサイドベルトベストです。今流行りのジレなので買ってみたんですけど、とても着回しが効いてすごいお気に入りの一着になりました。他の色も欲しいなと思ってるんですけど、ジレが家にたくさんあるので一着で我慢してます。グレールのジレもう一個欲しいのがあって、いつか購入したら紹介します。あとはこのジレのポイントは、ここがざっくり開いてるので、あと揺れるとボトムスがこう 見える感じなので、のぺーっとしなくてスタイルアップになるかなと思います。3つ目、タートルネックメローシアートップスです。私はオフホワイトとアイボリーのカラーを持ってます。オフホワイトはずっと持っててすごい着回しが効くので、親におすすめをして、親がこちらを購入してました本当にブラウスの中に着て、なんだろう、チラ見せする重ね着も可愛いですし、ジレの中に1枚着るとか、あとキャミワンピの中に着るとか、とても着回しの効くアイテムで、とても今流行りのものなので、安く抑えたい方などはグレールで買って試してみるっていうのも一つの案だと思います。ほんと何にでも重ね着したくなっちゃう、私には最高なトップスです。夏は多分暑いと思うので、出番も少ないかなと思うんですけど、もう秋から春までもう3シーズン確実に着れるので、絶対おすすめです。次はボトムスです。センタープレスストレートパンツです。正直グレールのスラックスがとても人気があって、どれもいいと思うんですけど、私はこのストレートパンツが最初に買って、ストレートパンツが優秀すぎて、これの色違いしか持ってなくて、ホワイト、アイボリーとブラックの2着持ってます。正直このブラウンも買いたかったんですけど、今全色売り切れてるみたいで、再入荷してくれることを願ってます多分グレー、いろんなスラックスがあって、どれからがいいのかちょっと難しいです。もしおすすめのスラックスとかあったら、コメント欄で教えていただけたら、みんなに共有できるかなと思うので、よかった
最後の紹介です。マーメイドフレアスカートです。これ超優秀でめちゃめちゃ着ます、着くんですね。私最初アイボリーを持ってて、アイボリーの着回し力っていうか凄まじくて、冬に買って冬春ってずっと着てて、夏も絶対欠かせないアイテムだなって思ってます。そして今回追加でブラウンと今履いてるベージュを追加で購入しました。でとても形が可愛くて、もっとおすすめです。なんか1個前の動画で紹介してるピンクのフレアマーメイドフレアスカートとは品番が違くて、ここの何て言うんですか、太ももの締め付けが向こうはあるんですけど、こっちは全くと言っていいほどなくて、もう着心地が最高に素晴らしいです。これはぜひ試してほしいアイテムです。はい、以上でグレールおすすめ品紹介を終わりにします。参考になってたら嬉しいです。6月もグレールで購入していきたいと思うので、買って欲しい商品とか気になる商品とかあったらコメント欄で待ってます。あと他にも紹介してほしいブランドだったり、洋服だけではなく Vlog だったりルームツアーだったりおうちカフェだったり、さまざまなコンテンツをしていきたいなと思っているので、リクエストがあったらコメント欄までお願いします。チャンネル登録といいね待ってます。バイバイ。